ごきげんよう皆様、武藤です。今日はですね、ここオペラシティなんですけども、パシフィックフィルハーモニア東京さんのですね、定期演奏会に来ています。今から6年前、ちょうど今日12月4日カナダから日本へ帰国しました。皆さんとこの6年間いろんな挑戦をしてきました。去年のちょうど今日ですね、サントリー大ホールでのソロリサイタルの発表をさせていただきました。今年もですね、皆さんに一つ大きな発表をさせていただきたいなと思っています。ぜひご覧ください。武藤です。リハーサルの様子を見させていただいたんですけど、めっちゃ緊張感あるね。やっぱ皆さん音楽にこうパッション持ってリハーサルも望んでる感じがこうひしひし伝わってきて、いや半年後ですよ、あそこに僕がご一緒させていただけるということでね、ますます緊張感が高まってきました。この後ね、本番も見させていただけるということで、いや楽しみですね。僕も夢が叶ってオーケストラと一緒にコンチェルト弾くんだっていう実感が湧いてきました。武藤です。本番前の貴重な時間にありがとうございます。いえいえ、わざわざお越しいただきウクライナからいらっしゃるんですよ。そうですね、はい。いつ頃いらっしゃるんですか。戦争が始まってからすぐですので2年ちょっとが経っています。ああそうですか、はい、どうですか、 なんかウクライナのオーケストラと日本のオーケストラ違いとかありますか。リハーサルの前に40分前に来るのは当たり前ですね、日本だと。あ、日本だと。日本だと。ウクライナだと違うんですか。ウクライナは15分前で大丈夫です。あ、じゃあ日本の方がやっぱ皆さん、なんだ、真面目ですかね。真面目な感じ。そうですね、はい、あ、そうなんだ。まあ、逆にいいと思います、はい、ちゃんと時間取ってリラックスして。てか、あれですよ、なんか趣味が囲碁。そうです、はい。昔から日本が好きだったんですか。まあ、一応趣味として日本語を勉強してたんですけど、そんなに日本に行くつもりはあまりなかった、実は。いつ頃から日本語は勉強されてたんですか。日本語は9年前。9年前ですか。じゃあもう来る前からある程度話せた。そうです、はい。すごくないですか。いや、まあ、そんなに誰でもできるだと思います。いや、できないです。できない、できない。ペラペラですね。じゃあちょっといくつかの質問考えてきたのでお聞きしてもよろしいですか。もちろんです。まずパシフィックフィル、どんなオーケストラですか。オーケストラ全体はちょっと言うのは難しいですけど、うんうん、打楽器セクションだと。あ、はい、ぜひぜひ、うん、やっぱり若い子が来てくれるのが多いですね。来てくれるというのはお客さんとして。いや、エキストラとして。あ、エキストラとして、はい、あ、そうですよね。僕もこの間オーケストラ拝見させていただいたんですけども、若い人が多いなと思って、うん、演奏のこうパッションがバーって伝わってくる感じというか。ありがとうございます。いや、やっぱ
って勝手に僕感じてたんですけど。うん、よかったですね。よかったですね。あとですね、指揮者の園田さん。と、僕ご一緒させていただくということで、はい、少し僕緊張してたりもするんですけども、はい、ご一緒されたことは数回ありましたね、はい、どんな方でしたか？まあ、めちゃくちゃ優しい人で。あ、優しいんだ、はい、なんでそんなに心配する いや、もう勝手に緊張してたりして、今日皆さんにどんな方なのかなとか、いやいやいや、ちょっと聞きたいなと思う。もう何を優しい、心配せず。今度僕はラフマニノフの2番を初めて全楽章トライするんですよ、はい、なんかアドバイスありますか？実は私も学生の時にラフマニノフの1番、はい、ソリストとしてオーケストラとやったことあります。え、どういうことですか？ラフマニノフが、まあまあ昔はソリスト、そうですピアノですか？ピアノ、はい。え、そうなんですか、はい、ピアノもできるんですか？まあ、昔はね。昔はねっていうレベルじゃないですよ。コンチェルトやってたんですか？そうです。みんな今ちょっとラフマニノフは本当に好きで、はい、ラフマニノフはもう重い音っていう印象があります。重くてなんか力強い。じゃあこう結構重厚な感じっていうか。そうですね。どっしり構えて弾いた方がいいですかね。でも私のアドバイスなんか、はい、ちょっと。いやもう、すごく勉強したくて。もうありがとうございます。ちょっと、どっしりと構えて本番迎えたいなと思います。最後に、ここちょっと僕個人的に聞きたいなと思ったんですけども、ラフマの2番って、パーカッション結構ずーっと休みというか、休みです。最後の最後でドーンって出てくるじゃないですか。うんうん、でそこでこう、なんていうんだろう、音楽的にもエモーショナルになって、こうお客さんとかもこう一気に、来たーみたいな感じで最後、爽快に駆け抜けるじゃないけど、もうそこの要にパーカッションの力が、すごくあるんじゃないかなって個人的に思ってて、演奏してる側としてはやっぱこう多分20、30分待ちますよね。まあ時々入ってるんですけども、はい、待って、はい、あの時の気持ちみたいなのちょっと聞きたい。やっと終わったなって。終わったなんですか？ごめんなさい。それは休みが終わったなみたいな。休み終わった、やっと来たみたいな。やっと演奏できる機会が。いやでもパーカッションってラフマニノフまでの時代、はい、結構休み時間が多いので、どんな曲でも多いから、そういう感じになっちゃう。そうなんですね、はい、僕のチャンネルを見てくださってる方って、はい、クラシック初心者の方も結構多いので、はい、多分コンサート来る時にパーカッションは来たっていう風に共感してみていただけるんじゃないかなみたいな。ぜひぜひね。すいません、じゃあ貴重な時間ありがとうございました。ありがとうございます。本番もよろしくお願いします。ありがとうございます。ブドウです。ビオラの鈴木さんでございます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。途方、はい、そうですね、はい、実は僕も途方、はい、プロフィール拝見しました。ありがとう。見てくださったんですか？はい、多分2公演の先輩なんです。え、あれ、僕は5年、95年後。え、あ、じゃあもしかしたら多分同世代ですか？多分同じ学校で一緒の時間に勉強してた。ちょっと友達。ありがとうございます。え、嬉しい。あ、じゃあマジで、マジでとかやってたんですけど、旧校舎から新校舎に、ちょうどその時、ちょうど僕この間登校行ったら、はい、ね、中学校みたいな、旧校舎がものすごい新しくなってて、何もなくなってて、ホールもできたりして、ちょっと寂しくないですか？そうですね、もう全く面影みたいな。面影ないですよね。古い感じも、ね、あれはなんか良かったですよね。そうですね、廊下でみんな練習してる感じ。そう、本当に面白いですね。そうです。急にすいません、審議官。はい、よろしくお願いします。パシフィックフィール入って何年目ですか？就任したのが今年の4月なので。あ、まだそうなんですね。7ヶ月目ぐらいですね。どうですか、パシフィックビルは。もう本当に私みたいな、若造を皆さん本当に温かく受け入れてくださって、
いいオーケストラだな。いや本当に若い方が、そうですね、さっきも言ったんですけど、なんか熱を感じるというか、すごくなんかみんな音楽にこう、イントゥーしてる感じが、僕聴いてる側としてはなっていう感じなんですけど、さっきもあれですよね、ビオラリハーサル聴かせていただいたんですけど、はい、すごいこう情熱的に弾かれてるなっていう気がしたんですけど、なかなかこう頑張ってこう皆さんをこう引っ張っていくみたいな立場なので、こう少しでもオーケストラにの力に私がなればいいなと思ってるので、はい、でもめちゃめちゃ感じました。めっちゃかっこいいですよ皆さん同じことを聞かせていただくんですけども、はい、指揮者の園田さん、はい、どんな感じですか？まあ指揮者っていろいろなタイプの方いらっしゃると思うんですけど、はい、園田さんはこうなんていうか俺についてこいっていうよりかはこう皆さんで一緒に音楽を作っていきましょうみたいな、そういうタイプの方だなって個人的には思うので、まあ、さっき言ったみたいに優しいです、すごくこういろんな意見を取り入れて音楽作って一緒に作っていってくださる方だなっていうふうに思います。なんかそれで言うとまさにピアニストの世界って結構孤独な時間が長くて、で本番も一人だし一人で突き詰める時間みたいなのが長かったりもするんですけど、オーケストラで今度僕コンチェルトだったりするとやっぱみんなで作る意識なのかなみたいな、なんかその辺のみんなで作るっていうところに対してなんか心構えみたいなものってあったりしますかね？そうですね、やっぱり大切なのは、はい、こう同じ音楽を共有するっていうその空気感であったり、まあ、テンポ感とかももちろんなんですけど、同じ音楽を作っていくっていう意識を持つのがやっぱりアンサンブルだと大事なんじゃないかなっていうふうに私は常に思っているところですね。なるほど。ビオランに関して僕の個人的なクエスチョンになってしまうんですけども、はいはい、普通って裏方にビオラって回る、伴奏に回るイメージが多いんですけども、このラフニに関して結構メロディーが、はい、ラフニだと多いですね、はい、聞いた話だとビオラの方がこのラフニをやるときってよっしゃメロディー来たぞみたいななんかそういう熱も入ってるみたいな聞いたんですけど、それって事実ですか？まあそうですね、まあ確かに事実としてその他の楽器よりもメロディ、はい、いわゆるメロディっていう部分は少ないかなっていうふうに思うので、その一個一個をすごく大切にしようっていうマインド集めにありますね。一楽章の一番最初にこうピアノがソロで鳴る、入ってくる綺麗な場所あるじゃないですか。そこの前にビオラの美しいメロディから僕が入るみたいな。だからそこ僕いつもこう、ビオラの時は来たとって入るんですけど、ビオラの方の気持ちってあそこどんな気持ちで？あそこはもう本当にビオラらしい音を出したいなっていうか、あれはもうそのバイオリンでもチェロでもなくビオラにしか出せない音色にしたいなっていうふうに思ってるので、まあそこは大切にしたいですし、まあもちろんその後のピアノソロにつなげる、そのピアノの方が入りやすいような空気感を作りたいなっていうふうに思っています。ビオラらしい音ってきっと皆さんバイオリンとかチェロは分かるけど、ビオラ僕も他の楽器に比べるとまだ分かってないところもきっとあると思う。どういうサウンドですか？本当は聞いていただきたいっていうところがあるんですが、言葉で言うとですね、やっぱりこう柔らかいとかあったかいみたいな、そういう、まあ人間の声に近いなっていうふうに言われたりもするんですけれども、そういうやっぱりこう深みのある丸いこう包むみたいな、そういう音が魅力かなっていうふうに思っています。皆さん聞きに来るときは注目してください。その人間の声からピアノのソロが入る聞きどころです。いや本当に本番前の大変な時間にありがとうございました。ありがとうございます。よろしくお願いします。ぶどうです。バイオリンのですね、菅谷さんでございます。実は東宝ですよね。あ、そうです。ちょっと慣れ慣れしく行きたいなと思いますパシフィックフィル、ハムヤ東京、どんなオケですか？そうですね、すごくね、エネルギッシュ、ああやっぱりなんていうの、前向きでエネルギッシュなオーケストラかなって思いますね。それはもうやっぱ皆さんのパーソナリティみたいなところなんですかね？
やる気がみなぎってますね。最高ですね。そうですね、どん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 こうテンションが高まって、本番とか結構あこんなになるのみたいな、チャレンジングな曲目が多いのかなみたいな思ったりもしたんですけど、そうですね、今日とか今日とかどのぐらいこう練習期間あるんですか？練習は定期は3日間あって、3日間ですか？3日間で本番、でも大体どこのオーケストラも、もうそれバチッと3日か、まあ4日あるとこもあるかも、2日か3日かって感じ。あ、じゃあ皆さん3日2日あればもうバチッとそういう感じの体になってるっていうか、多分それ以上になるとだれるし、それ以上短いと足りないし、はいはいはい、みたいな。いや僕もこの間聞かせていただいた時にも、今日のリハもそうだったんですけども、何回もですけども熱が音楽に引き込まれる、あんまり聞いたことがない曲だったりも正直するんですけども、それでもなんか世界に入っていっちゃうような。本番もっとすごいですよ。あのですね、今日この後実はね聞かせていただけるんですけども、楽しみにしてます、ありがとうございます。じゃあこれもねちょっと鉄板になってしまってるんですけども、指揮者の園田さん、どんな方ですか？私多分一度しかやったことないんですけど、丁寧にこうリハーサルされる印象で、パシフィックに強いんですけど、本番でボーンってなんか、こんな感じでやるんだったんだみたいな感じで、そうなんですか、思ったのを思い出しました。あ、じゃあもうリハとかよりも本番に、本番のエネルギーかちょっと違う感じっていうか、でもあの前向きな意味で、実は僕もそっちタイプで、本番にパチンと入るタイプで、どうみんなそんな感じ。これもちょっと個人的な僕のバイオリンにまつわると言いますか、二楽章の一番最後、そう、あのリズムが難しい、あ、そうそうそう、ですよね、ピアノがちょっとこう、はい、伴奏に回って、はい、最後、うん、全部出血してん時の、あのストリングスっていうか、このバイオリンのメロディーが、なんだろう、まあ、ソリスト目線でもこうお客さん目線でもなんか一個の聴きどころじゃないですけど、あそこどんな気持ちなんだろう。あの二楽章はすごい丁寧に丁寧にこうなんか作られてるイメージなので、はい、楽譜をちゃんと読み取りたいなって思いながらいつも弾いてた気がする。邪魔しちゃいけないって言ったらあれだけど、その流れを止めないように、来た流れにちゃんと乗れるように、みんなでこう調和するような感覚ですか？そうですね、重なりっていうか、ハーモニー重なりみたいな、あんまり気持ちを込めすぎると、逆になんか丁寧に重ねていくイメージかな。あんまりじゃなくて、こう行きそうになる、行きそうになりますよね、行きすぎずに、なるべく見守りながら、ね、見守りな。やっちゃいがちなんですよ、バイオリンも結構歌い散らしちゃう、歌い散らしちゃう、なんかそういうイメージなの、そういう感覚なのかなって勝手に思ってましたね。でも歌い散らしたこともありますけど、でも人によって、ピアニストによって違ったりするので、やっぱその作ってきた流れを大事にしていきたい。じゃあそれこそその時のラフニの色に、あ、そうですね、いやなんか勝手に最後僕伴奏に回るんで、ピアノが、オーケストラの人たちがこう気持ちよくいくのかなみたいな、結果気持ちよくはなる。みんな深いですね。これがクラシックですよね。いや本当に今日はありがとうございました。ありがとうございます。いやもう素晴らしいです、ありがとうございます。ぶどうです。今パシフィックフィルハーモニア東京さんの定期演奏会が終わりました。もうちょっと素晴らしすぎて、熱いオケすぎて、もうね後半は前のめりになって
聞いてしまったんですけども、皆さんここで重大発表があります。来年6月、今度は僕がなんとサントリーホールにてラフマニノフピアノ協奏曲第2番全楽章を共演できることになりました。カナダから帰ってきてですね、6年、皆さんと6年越しの夢がついに叶います。人生をかけて全力で熱いパッションで臨みたいと思います。ぜひ皆さんサントリーホールで待ってます。